おいでん祭りは愛知県豊川市で毎年5月に行われる祭りである。豊川手筒祭りとともに豊川市民祭りと位置づけられており、2日間の開催期間中は多くの市民が訪れ、市中心部は大変賑わう。なお、東海地方にはこの他にもおいでん祭り、おいでん祭りなど似たような名前のイベントが多数存在する。市民。 おドラマへコンテストと観客たちおいでん祭りは、毎年5月の第4土曜日、日曜日の2日間にわたって、豊川市中心部の豊川公園一帯で行われる。かつて、豊川市には、商業祭、農業祭、緑化祭という3つの祭りがあったが、これらを1989年に統合して、おいでん祭りが誕生した。おいでん祭りは、豊川公園内にある、 総合体育館、野球場、陸上競技場などを使用し、盛大に行われている。野球場がメイン会場、総合体育館前の広場が緑化グルメ会場、陸上競技場はフリーマーケット会場となる。総合体育館と野球場の間には、欅並木があるが、ここは歩行者天国となる。毎年約10万人以上の人が訪れ、 普段はあまり活気のない市中心部は人でいっぱいになる。2000年からは、高知のよさこい祭りを取り入れたよさこいおいでん祭りを開催し、おいでん祭りのメインイベントとなりつつある。また、2003年からは、豊川市やその周辺に住む人を対象にした市民、踊ら舞コンテストを開催している。なお、踊ら舞という名前は、踊る舞と、 おドラマをかけたものと思われる。また、おいでん祭りという名称自体も、三河弁のおいでん祭の祭と祭りをかけたものであろう。メイン会場入り口会場周辺図プリオは、豊川市の商業施設で、総合体育館の前にある。ケヤ並木は普段は、道路として使われているが、おいでん祭りや豊川手筒祭りの時には、車両通行止めになる。ありがとうございます。